外出先でもスマホで来訪者の応対ができる外でもドアホンの設定方法をご紹介します。まずはじめに専用アプリドアホンコネクトをダウンロードします。スマホでドアホンコネクトと検索してアプリをダウンロードしてください。次にドアホンを焼きと Wi-Fi ルーターを接続します。有線で接続する場合は Wi-Fi ルーターとドアホン焼きを LAN ケーブルで接続します。接続完了です。無線で接続する場合にはドアホン焼きを無線 LAN 設定に変更します。まずはモニターお焼きの設定情報から設定を変更、ネットワークの設定、接続方法の順番にタッチします。無線 LAN 接続をタッチして接続方法を変更します。設定が完了すると自動的にドアホン焼きが再起動を行います。再起動後にドアホン焼きの Wi-Fi 設定を行います。まずモニターお焼きの設定情報をタッチしてから設定を変更、ネットワークの設定、無線 LAN 接続、手動設定、サーチして選択の順番にタッチします。表示されたご自宅のネットワーク名をタッチして次へをタッチします。ご自宅の Wi-Fi ルーターのセキュリティキーを入力して次へをタッチします。モニター画面右上に Wi-Fi マークが表示されたら接続完了です。次にスマホと Wi-Fi ルーターを接続します。ステップ2で設定したドアホン焼きと接続しているルーターのネットワーク名をタップ。スマホが Wi-Fi に接続されていることを確認します。次にドアホン焼きとスマホを接続します。モニターお焼きの設定情報をタッチしてから設定を変更、接続機器の登録・現設、登録、スマートフォンの順番にタッチします。この画面が表示されたらモニターお焼きの操作を待機します。先ほどスマホにダウンロードしたドアホンコネクトを起動、使用許諾の同意するをタップします。もう一度同意するを選択してスタートをタップ。表示されたネットワーク名を確認したら次へをタップします。このスマホ・タブレットを追加をタップするとスマホとドアホンお焼きが接続されます。この画面が表示されたらスマホの操作を待機します。次にモニターお焼きの登録をタッチします。了解をタッチすればモニターお焼きは設定完了です。スマホに戻ってドアホンお焼きのログインパスワードを作成します。入力後 OK をタップします。任意の名前を入力後 OK をタップします。最後に利用するをタップすれば設定完了です。これで外出先でもスマホで来訪者の応対ができるようになりました。